ついに最終決戦なるか、リンクに剣を返せというところが来た。つまりは終わりなのか。はい、ってところでね、いきますか。返して返します。でもう武器使えなくて、まあまあクリーピーゴールからいつでもまあ戦えんねんけど、どうぞ。剣だけ強化しときました。行こう。うわすご開け方かっこよすぎるろお前。あ、そのジャンプして入っていくわけじゃないね。よっしゃ挑むぜ。ラストダンジョンかこれ。出た、リンク行こう。おい、先々行くなって。ヌールの体内。わお、がっつりダンジョンじゃん。あ、でも、あ、どうなる？終わり？え、特に何もないんかな？よし。ああ、行こう。お、ボス戦か？いた。リンクやれ。やれやれ。これ飛んでるから。さすがに。よっしゃ。いいよ。クリピー3体出しといて。おお、まさかの、ライネル？ライネルですか？この、そのお姿、いた！このお姿、ライネルですか？まさかライネルですか？まさかライネルですか？それはめっちゃライネルっぽくない今の。リンクもうちょっと頑張ってほしいな。お前時間制限ないねんからさ。落ちたらあの時時間制限があって一生懸命頑張ってたのにさ、あいつ時間制限ないねんからもうガンガン連打してくれよ。ちょっとスマホ見てたわお、リンクか。こいつめっちゃ先々行くねんけど。絶対やらかすやん。それでいいんか？ドーン。クリーピー縛り。まさかのクリーピー縛り。別にクリーピーじゃなくてもいいけど、クリーピー縛りです。いた。クリーピー縛り。あってー、こいつら。お、リンクやってくれた。ありがとう。マリオパーティーやん、これ。めっちゃマリオパーティーじゃない？この道はちゃうけど、こう、ちょこ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 一緒に進んでいって、スイッチ開けていくみたいなさ。こんな感じでマリオパーティーでやったことあるぞ。よいしょ。OK。リンク待ってね。ちょっと回復してるんで。何ここ。おいおい、こんな時に。
はいはいはい。これは、どっちに行くのが正解なんでしょうか。これあれか。上に行くべきなのか、それとも下のまま、このルートを通るのか。あ、でもこのルートじゃね？先考えて。あぴゃあぴゃあ。ゴリ押し、めっちゃゴリ押し、クリピー。さすがに無理。ちょ、邪魔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 出しすぎた出しすぎた、さすがにあまりにも邪魔すぎる。よいしょー、オッケー、完璧じゃん。ここ置かないで。みんなおかえり。よし。OK。もうマスターしてきたんでね。やっぱり。いない。レインク。何してんの？どうせよ、あれ早く。やれよ、あれ早く。あ、そう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 。OK、ナイス。そうそうそう。それでいいの、それでいいの。これができたらいいの。お？交流です。さっきさっき行くなでだから。押す？押すではないよな。マジでラストっぽくない？めっちゃラストっぽい。わっしょーい。このバケモンは知恵の姫巫女に勇者ヌルを邪魔する忌々しい存在め。自分のことをヌルって言ってんの、わしのみたいな言うんじゃって、自分の名前呼んでんの、女の子みたい。だがお前たちの中には大いなる力がある。ヌルを閉じ込めた女神ども、貴様らの力で世界を無に染めてやる。食べちゃった。ああ、これが大いなる力。力がみなぎってくる。いやいやいや、やりすぎ、やりすぎやって。でかいよ。別に、破滅させすぎやって。ああ、みんな、あ、もう守ってる。おお、急にこの拡大。ヌルがすごく大きな裂け目を作ってるよ。
街がみんながどんどん飲み込まれていく。でヌルはどんな見た目してんの。ずっと隠れてるけど。うん？どうかこれが大いなる力。だがまだ足りない、もっと欲しい、もっとよこせ。お前たちの大いなる力もヌルによこせ。マジでどんな見た目。あ、あ、ヌルなんだ、なんだこいつ。どれが顔浮かんでると。いた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 。攻撃は見えない。マジでめっちゃ頑張ってくれてる。はい、いろんな爆弾置いてる。痛い痛い。ちょっと元に近づいたらあかんな。やっぱじゃあ攻撃食らってもらうよ。チャンスタイム、やれ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 。やれやれ。で、わしはその間に、うおや、一匹ぐらいはクリピーで出たままで折れるから、よし。クリピチの方がいいか、これの方がいいか。ほら行け、やれ。いた、すぐ死ぬ。いいね。お前やはり私にはクリーピーしかいない。私にはもうクリーピーしかいないんです。困った時はクリーピーです。大連打、爆弾大連打や。おい突進すんなよ。よっしゃまた、微妙やな。いいよいいよ。ちょっと遅いか。
の方が早いか。あー、これだ、絶対早い。これのが楽やな、絶対な。いた。いいよいいよ、連打して連打して。ほい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 。ふい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 。うわーい。この叩きはクリーピーだ。ここまで効くのクリーピー。めちゃくちゃここまで効く。一番。めっちゃ駒効く。ただ何をしてるかは僕は分かってない、正直。気がついたら勝ててる。いた。連打。あ、体力か。あ、でも OK。あ、危なー。足りない。足りない。火力だけしたいな。フルが逃げちゃう。追いかけなきゃ。ちょ、リンクもう、何してんの。せめて剣。早くは。ない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 。なに、急に横スクロール。これ、寝られへんよな、だってな。水、いや、水。ということは水ということは、水はあんま得意じゃないね。サメでいいか。で、なおかつこのジャンプ力いらんからやしょうか。早く早く。ちょっと早い早い。いた。だって息が、息が、息が。どうだ。よいしょ。これどっからな。え、こっからな。あ、どうも。あの、別日。次の日になったんですけど。俺、こっからやんの？うせやん。レッツゴー。で、どっからやったっけ？何も覚えてないねんけど。飛ばそうか。こっからか。じゃ、とりあえずもう、カットします。
あれか。おっからさ、水の中やからさ、雨以外で戦えんのかな。これセーブされないのきっちいよな。これ食い物ってさ、俺ちょっとだけ持ってたよな。これじゃない、こっちか。これ食べ物、飲み物一個もない。なんかあれ、酸素がきついねんな。酸素忘れそうやから、なんと定期的に。酸素、酸素。いた。酸素は？あったあったあった。意外と回復してんな。オッケー。よっしゃ。あれ意外と早かった。まだか。もうちょっとかかりそうやな。リンクと別れたやったっけ、あれ昨日やったから何も覚えてないね。あ、リンクと別れたんか。大丈夫か、リンク。大丈夫か、ゼルダ。あ、大丈夫やった。まだ。じゃあ、投げ、セーブして。せめてこっからスタートしたい。きちい。まだ、まだ変身すんの。わーお、何こいつ、でっかいねー。とりあえず当たるね。おっと、あらゆる姿に変わるんか。次は？なんだ？何にも覚えてない。こんなやつ取ったっけ？やべえ、何も記憶ない。はいはい。爆発だ。おめえが弱え。こいつが一番弱え。いた。はい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 。だだだでれれ。あ、ここあれか、砂浜、砂場のやつか。あれか、ゲルドのところか、これって。なんかちっちゃくなってる。どうせか。ドーンドーンドーン。キュッ、早くしとこうぜ。ふっ、クレピー、ダイ。ドンドンドン。次は？またお前？はい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 、どんどんどん。いいね、腕もどんどん長引いたよ。危ない。
ちょっと離れながら、こう、手を狙いながら、はい。いや、マジクリーピー神。クリーピー強すぎ、強すぎ案件。クリーピー強すぎない？ナイス。やれやれ。まだ？あ、ひたすら変身すんのか、まだこれ。これまでの。おいおい、敵おい、敵。いた。敵多いな。さすがに。でもザコは、ザコ敵はちょっと。ちゃっちゃ殺してもらおうか。ふいふいふい。危ない。よし。雑魚的多いな、出すの数が多いな。回転攻撃だ、やれやれ。ナイスナイス。よし、引きよ、いいよいいよ。じゃあナイスナイス。いいよいいよ。削れ削れ。あぶないあぶないだ。はい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 。はい削れ削れ。削れ削れ。お前何やったっけ？うぎゃー！いけ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 、いいよいいよ、やれやれ。めっちゃ削るやん。お前が一番怖い、お前が一番怖い。いけいけいけ。次は、うん、君はよくわかりません。お、アメハジに追い込まないで。ほい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 。まだか、もう投げお前、マジで投げ。まあ、まずこっから始まんねやろ、また。いた。あ、やばい。かちょけてー、ナイス、かちょけてー、危ない、マジで。早く早く早く、危ない。マジ怖い。さっきやがってもう。投げ、お前は。お前は投げ。さすがに投げ。危ない。
ちょ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 、激しい激しい激しい、危ない、うぎゃうぎゃ、頼む、リンク頑張ってくれ、もうちょいリンク頑張って、あー楽だ、神あー癒し、癒し、癒しでした、癒し時間でした、これが一番怖い、マジでマジで怖い、じゃマジで怖い、怖い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 、マジで怖いうわー、出せ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 、マジで怖い、危ない、あー、太陽の爆弾、ちょ、お前が一番嫌やな、シンプルに嫌だな、ちょ、長えこいつ、はい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 、もうそろ、手壊れろ、来た、やれ、ほらー来た、ほらー、うわー、うわー、よし、あー、やっとか、よっしゃあー、あぶねー、雲ありがとう、雲回復時間やった、雲以外正直回復する好きなかったな、あぶなー、オッケー、よっしゃ、勝ったぜ、いやー、クリーピー最強、マジクリーピー最強、えぐクリーピー様様すぎるな、もうありがとうクリーピー、よこせよこさ、よこせよこせ、よっ、飛ぼうぜ、大いなる力と塗る、
夜だ、裂け目が消えて世界は元通りになる。僕たちの役目は傷ついた世界を直すこと。裂け目を作るヌルもいなくなった。これで安心。もうちょっとゆっくり読もうか僕たち役目がなくなったから三女神様のもとで眠りにつく。だからここでお別れだね。お別れすんの、トリーと。ありがとう、トリー。本当にどうしたの、ゼルダ。寂しいよな。アイラル元通りになった。もうやらなきゃいけないこと何もない。あー、でも結構な。なのに嬉しくないの？だってパート20何本でしょ。もう1ヶ月近くしてもらったからな。それはやっぱトリーと仲間ですからね。あ、そうか。僕もうゼルダと一緒にいられないんだ。それはなんだか寂しいな。お、感情は、感情を持ってるやん。僕、ゼルダを見てると温かい気持ちでいっぱい。この気持ち、ゼルダにも伝えたいって思う。これがありがとうなんだね。よくわからなかったけど、今ならわかる。僕、もう行かなきゃ。ゼルダ。僕、ゼルダと出会えて本当に良かった。ありがとう。いいじゃないの。ありがとう、鳥。ありがとう。リでした。とてもよかったよ、鳥が本当に。ただいま。あれ、杖は持ったままな。平和な世界だ。なんて平和な世界なんだ。こういうことがあってね、パパ、こういうことがあってねって。よくぞリンクみたいな感じだ。いやいや、僕なんてそんなみたいな。全部ゼルダがやったんだよみたいな話ね。おほほほほ、まあまあまあみたいな。いや、だからみたいな。え、急にびっくりせんといてやおい、ずるいってお前らだけ、会話さんの。俺にも聞かせてくれよ。あれ、トリーはみたいな。いや、寂しいって。ゼルダ寂しそうやもん。トリーならもうって言って。でも、ありがとうって言うね。ハッピーエンド。めっ
ちゃハッピーエンドやな。すごくハッピーエンド。お、終わりました。はい、ということでね、これは完全に結構でかいかもしれないけども、この曲はあれな、俺が相手のタイトルで流してたやつやなということで、ゼルダの伝説終わりました。知恵の借り物終わりました。知恵の借り物で合ってるよな今エンディング迎えて合ってるな。知恵の借り物が終了、ありがとうございました。まあ、やることとしては、またまだ多分あるよ。まあまあ、売ればいいとかね、ティアキみたいな、やることいっぱいあるわけじゃないけど、まあ言うても結構、だってまだ、マップも全然埋まってないし、やることもいっぱいあるとは思うんですけど、まあ本筋的なものはね、まあやりきったので、まあ僕の動画としては終わりかな。ぜひね、他ね、まあいろんな要素があると思うのでね、ぜひね、気になる方は買ってみて、やってほしいかなと思います。まあクリア後、とかもなんかあるかもしれないけども、まあまあ動画としてはこれで終わりになるのかなと思います。いやー、まあね、ブレワイから始まり、そしてまあブレワイのあとちょっと間を分けてティアキンを行い、でティアキンがね、まあ3ヶ月近くやり、2ヶ月半ぐらいやり、そしてこちら知恵の借り物ね、発売日から今日に至るまで、今日が何日ですか、今日は18とかになるのかな、多分投稿日的に18日とかになっているのかなと思いますけれどもね、結果なんぼですか、結果パートは23ですね、23パートで終わりましたね。まあまあちょうどいい数ですよね。ということでこの曲いいよね、この曲なんかこう知恵の借り物のメイン感がある、なんかとてもいい曲です。あ、あいつらあれか、喋ったやつか、猫たちは。まあね、まあ、一旦はゼルダシリーズはこれで終わりなのかな。まあちょうどくね、ティアキンやってた時に、まあ、知恵の借り物がもう出るんやと思ったんで、まあそのタイミングぐらいでな、切り替えようかなっていう気持ちはあったんで、まあまあそういう感じだったんですけれども、まあ、まあ、ぶっちゃけいろんなゼルダをやりたい感もあるんですよね。スカイボード。何したっけ、リメイクでスイッチで出てるんやったかな、出てるんですよね、あれ確か。ね。あれがなんか、ゼルダの世界史的な初代みたいな話があるので、まあそんなもやってみたいですし、まあ結局僕得意なオカリナと、で、無限の砂時計で第一の汽笛で、ブレワイティアキでこれしかやってないので、他のシリーズ、マムジュラとかね、そんなもやったことがないので、まあその辺も込みでね、まあやりたいなとは思いつつ、まあどうしようかなっていう感じで、まあ一旦まあまあ、まあゼルダはまあまあまあ、まあゼルダ熱がね、まあ冷めてないので、まあ全然やりそうですけど、まあ一旦休憩。ちょっと、1日2本投稿してたんですよ、動画をね。で、なおかつ、動画2本、ショート2本で、俺、毎日4本投稿してるんですよ。バカなんですよ。さすがね、4本はね、無茶だね。だって、これやってても、僕17日ですよ。これ17日にやってて、で、これ今から編集して、で、18日にあげるんですよ。やばいでしょ。もう、前日に撮ってるんですよ。もう、それぐらいのスパンじゃないと間に合わないし、ちょっと僕が忙しすぎて、今。本当はため撮りしたくても、まあ、土日とかこの前3リングとかも全然撮れなくて、マジでね、本当に撮る時間がなくて。なので、まあ、次にやるゲーム、だから今やってるね、別のゲームはドラゴンボールをやってると思いますけども、まあ、ドラゴンボールはまあ、引き続きずっと、毎日投稿を続けるにしても、まあ、その次ですね、まあ、この、まあ、言えば、ゼルダの並びでやってきた、北知恵の借り物の次の作品としてやる、まあ、次のゲームは、ちょっと間、開けようかな。とりあえずドラゴンボールだけ、こうやっていこうかなと思いまして、まあそうですね。まあ、11月からかな。まあ11月ぐらいから別のゲームやってもいいのかなと思うんで、まあその間に逆に10月中に、まあ、撮れるだけ撮っといて、もうちょっと楽、1週間後ぐらいまでは、もう気楽に折れるぐらいの、まあちょっとストックを貯めようかなと思います。はい。まあ知恵の借り物がそもそもその発売日にやったっていう関係上ね、まあ先に進めれなかったんで、そのやるタイミングがなかったのであれですけど、まあまあ、
来月発売は特に何もないですし、来月発売するもう一個は、まあ動画じゃないなとは思ってるので、生放送とかなのかなという感覚はあるので、まあまあ他なんかちょっと探そうかなと思ってます。次のゲーム。まあまあ任天堂からやるのかな。まあでも、一応ね、パソコンゲームもできるようになったんで、まあパソコンゲームもやってもいいんですけど、まあ、ちょっとな、どうしよっかな。めっちゃ待ってるんですよね。まあまあやるなら任天堂やりたいかなとは思うんですけれどね。まあその辺を考えつつ、まあまあ10月中にね、もう少しでも多くため撮りをして、11月頭からはなんか、別のゲームまた始めれたらいいかなと思います。まあそれぐらいにドラゴンボールもまあ、きりいいところまではいかんかな。もうちょっとやるかな。まあわからないですけども、まあそんな感じでやっていこうかなと思っております。何がいいかな？ぜひなんか、ここまで見てる方がいらっしゃれば、コメント欄で、なんかいいゲームがあったら教えてください。まあ、スイッチかな、やるとしたら。まあ、パソコンゲームでもいいですけど、スチームでもいいけど、なんかね、ええ感じで、だからパート20ぐらい、だから10時間ぐらいでクリアできるゲームがちょうどいいよね。それぐらいのゲームがもしあれば、教えてください。マジでそれぐらいのゲームやと思う。やるとしたら。めっちゃゲームでかい。どうしよっかな。もうカタログチケット1個持ってるんですよ。これ買ったんで、これ買った時にカタログチケット購入したんで、なんかカタログチケットであるゲームをやってもいいのかなとは思うんですけどね。まあできたらこういうなんかストーリーがあるやつがいいよね。動画撮りやすいから。撮りやすいからね。なんやろな。ちょっと考えよう。いやーでもゼルダはいいなー。もうゼルダやりてー正直。永遠とゼルダだけをやり続けたい。永遠とゼルダやったろかな、マジで。マジでひたすらゼルダやろうかな。お、あれゼルダ猫になった。あ、そういうわけじゃないか。あ、いないいないに。これ、あ、このベッド回復しやすいんですよ。あ、杖飾ってる。まあ思い出の品ですからね。まあこれだけ残してくれて嬉しいな。思い出の品としてな。ずっと額縁にね、飾ってるし。これいいやん。な。とてもいい。The end。いやーよかったね。これでどうなん？まあまたこっからか？ほんならまあ、あれかな？まあクリアしたから星マークは出てるから、星マークが出てるから、まあまあ一応クリアしましたよっていう感じになるのかな？お、集めると、うん、うん、うん。はい。なんだ？まあまあいろいろとね、まあまあ遊べるよっていう感じですね。よし、ということで、ゼルダの伝説、知恵の借り物、以上で終わります。ここまで見ていただいた方、ありがとうございました。また次のゲームでお会いしましょう。ありがとうございました。